はい、どうも、明けましておめでとうございます。2018年1月1日、朝の3時53分です。無事に新年を迎えることができました。皆さんよろしくお願いします。どうもどうも、和骨でございます。年が明けたね。お正月でございますよ、皆さん。今年は捨て頃頑張るんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ガチャピンさんいらっしゃい。わだつ。わだつでございます、皆さん。ああ、酔っ払いです。お酒、ジャックダニエル5杯目ぐらいかな、今。ジャックソーダ。ハイボールで。あとで、今日からトレーニングですよ、僕は。毎日走り込むんでね。あれ、捨て頃っていつだっけ？ 6 月の20何？ 6 月20何日だよね。やりましょう。今年は勝ちましょう。今年はがっつり勝っていい年にしましょう、皆さんで。のんちゃん1枚食べよう。おいで。熱いよ、気をつけてね。熱いよ。そりゃそうだよ。食べよう。お皿なかった？おいで。ピザやいな。250円のピザでしょ、これ。食べようぜ。酔い冷めてきたね、顔が白くなった。食べていいよ。ダメな、熱いのか。いい匂いだね、これ。これうまかった気がする、グラタンピザ。まあ、た熱いな。ちょっと置いといた方がいいよ。あ、やけどするよ、こんな。やけどするから。暑いから。無理無理無理、こんな。やけどするって。やけどするっつってんの。んさ、気をつけるんだよ。グラタンの味がする。グラタンの味すんの、これ。これ前食べたんだよな。美味しかった気がする。テリマヨがあったんだけど、テリマヨなくなっちゃうの。原価上がったんだろうね、鶏肉の。あっつ、無理だわ、これは。無理だ。美味しい。熱いな。うまい。超猫舌だかんな、俺。いっぱい夫婦するって。うまいね、これ。これうまくない？うまいね。クリームシチューパンみたいなね。はい、りんごさん、今年もよろしく。おはよう。うまいね、まこして、おめでとうございます。れ。これうまいわ。これうまい。今年もよろしくお願いします。どうもどうも。風船100個ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。
うまいなこれ、うん、おう、ザクロおはよう、バツバツ、ザクロはなんか一発で終わったね。もっと伸びそうな気がしたけどね、うん、飽きられんの早いよな。ザクロ多分やり方次第で伸びると思うよお前ね。キャラクター抜群だもんね、うん、多分ニコ生だよねザクロはね、うん、なんかザクロは今年ブレイクしそうな気がする。前から言ってたんだよ。だから褒めてたのになんか俺のアンチみたいな発言だったから可愛がんなかったんだよ。でしょ？だからね、リスワンなんてね、あんなのね、意味ないから。うん。まあ、取れた方がいいけど、あんまりそこまで力入れるようなところない。ファンを作っていくんだよ、ファンを。ザクロは伸びると思うよ。そんな気がする。キャラがいい、うん、リスワンなんか最大風速だから、瞬間風速か、瞬間だけだから、うん、瞬間で撮ってもいいね。応援してくれるファンを作るんだよ、ファンを。もう普段の放送見に来ないの、パンじゃねえから。あけましておめでとう、リカちゃん、今年もよろしく。あけましておめでとうございます。シャカツペコツってペコはのんちゃんの言うことしか聞かないから、見せてあげればリカちゃんに、ペコこんなに大きくなったよって。もう羽も生え変わったもんね、のんちゃんの可愛いペコ。俺の言うこと聞かねえんだ、ペコ。釈迦も出してあげて、連れてきて。ペコは俺返事しねえから、のりこばっかりで。うまいな、うん、うまっ、うん、お元気だよ、ルサルクさん、明けおめえ。で、今ニューヨークいんの？で、ペコ、のんちゃんが好きな？綺麗な色になったでしょ。シナモン文鳥。ペコ、ペコ。相変わらずのまったり。さあ、おいで。おいでおいで。よし、かわいい子。うん。おめでとうね。もう何歳だ？ 5 歳か。うん。綺麗なの、綺麗なの、ペコ。綺麗だよ。なんかね、ちょっとね、灰色がかってるんだよね。綺麗なんだよ、こいつ。
ねえ、でっかいしね。頭は良くない頭は非常に良くないんだけど、やんちゃで、ああ始まったよ。ダメだっつっての喧嘩しないのよ、正月から。ねえペコ、イケメンだもんね。パワー系イケ沼だよね。パワー系イケ沼、うん、ハートありがとう。5歳、そうだね、5歳かな。じゃあ4歳になったのかな。もうおばさんだよ。シャカちゃん、リカちゃん何匹飼ってんの。ダメだっつってんのストーカーだから粘着だから。よしよしよし、ちょっと痩せたなペコな。よし、家族仲良く、あ、どっか行った、どっか行ったわ。よし、ペコペコ、後ろ行って、踏んづけちゃうから気をつけて。ネットで CS とニューヨークタイムスクエアのカウントダウン、あ、そうなんだ。2はオス、オスだ。白と波だ。いいね。オス、オス、うんちした。初うんちおめでとうございます、坂さん。初うんこ。坂の初うんこ吹き。はいはい。東芝のネオンサインも見納め。え、あれって東芝のネオンサインなの、あれって。発情しないでください、シャーちゃん。シャーちゃん発情しないで、うん、オスとオスなんだ。可愛いよね、文章ね。シャカは相変わらずいい子で賢くなんだけどね。メンヘラなの。お腹ハゲちゃってる、まだ。そういうのだいぶ生えてきたけど。じゃあ、お腹むしんのやめてね。リストカットすんのやめてね。うん、発情期っていうか、もうずっと俺には発情する、うん。俺のこと大好きだから。ペコの仲悪いんだよね。肩の毛も抜いてる？ちょっと。ダメよ、シャちゃん。ペコいた？ペコはもうねんね。ペコねんでした。そう、メンヘラだから。自傷行為が半端じゃなくて、お腹の毛がこんなことになってるから毛引き。ああ、よかったでしょ、ウルサルクさん。生活保護のね、なんか公式番組って言われたよ。公式番組っぽいって。うん、あれね、またやりたいね、小川さんとのね。専門家を招いた放送は面白いよね。勉強になるしね。だから一応ね、車を持っていいか悪いかだけの見解だけは小川さんとは合わなかったんだけど、それ以外はやっぱ言ってたことは正しかったよね。公式みたいだったでしょ。多分勉強になった人多いと思うんだよね。生活保護知らない人も受けてる人も結構役に立ったと思う。もともとね、ああいう放送をいっぱいやりたくて配信会に入ったのに、いつの間にか俗に染まっちゃったんだよね。あんな感じでいいよね。でもね、無理。貸し会議室8000円で割り勘で1人4000円とかでしょ？ね、花火が全然上がんないのよ。どんだけ閲覧上がっても。ちょっと難しいね。稼げるようになって、もっともっと、ああいう番組でも花火上がるようにしないと無理だよ。うん。いい番組作っても、そう、花火上がるわけじゃねえから、悔しいよな。うん、続けらんないよ。シャーちゃん、シャーちゃん、お尻プリプリやめて。うん、シャーちゃん、シャーちゃん、分かったから、エッチしたいのね。はい、いやー、悲しいよ、本当に。まあまあ、でも、あれはね、YouTube とかで、なんか採算、まあ YouTube でも採算合わないだろうな。もしよかったら YouTube いいねボタンとか押してね。チャンネル登録とか。
なんとか再三会いながらいい番組作っていけるように頑張んないと。花火上がんないの悲しいよね、ああいう番組でね。ちょっとね、2回目やるのは どういう風にやろうかっていう、やっぱセットとかも重要なんだよね。そうだから面白い番組にこうアイテム投げるっていう文化をもっともっと浸透させないと。あれは我ながら結構良かったと思ってるんだよね。いい番組だったと思ってるんだけど、ペコはね、寝たって。のんちゃんがもうカゴの中入れたって。お、手で寝てんの？仲良く2年ぐらいかかるって、あの仲良くなるのに、文章同士は。2年もかかったら釈迦はもうおばあちゃんになっちゃうから、もう子供は無理だな多分な。カは俺の子で、ペコはのんちゃんの子だからね。怒らない距離感を覚えるんだ。なるほどなるほど。まあ相性だね。じゃあ仲良くならないだろうな、ペコとさか。無理だ。あなたのお婿さん探しだったんだよ、シャーちゃん。わかる？ねえ。シャーちゃん。あなたのお婿さんを連れてきたんだよ。ねえ。知らんっつってる。うん。毎回喧嘩だもん。それがなくなったらいいなと思ってる。何？天使みたいだね、さあちゃんね。釈迦天使だよ、天使。そうだね、寝かそうね。よいしょ、カゴの中入れてきた。
シャドーボクシングやろうかな、今から。生活保護と障害者年金の違いがあるとか、口座あると嬉しいな。あ、全然今話すと、その、まず省庁が全然違うの。もうお金が出てくるところが。で、生活保護と障害者年金って全く別の制度。もう役割も別だし、もう機能が全然別。だからよく障害者手帳を持ってないと生活保護を受けられないと思ってる人がいるんだけど、大間違い。で、そもそも生活保護っていう制度は障害とは何の関係もないの。あのね、これはね、憲法を理解してないと意味がわかんない。憲法って国の成り立ちで一番重要な、その法律よりも上位概念なの。で、憲法を守るのは公務員であって、日本国民が守るものではないのね。そういう憲法の基礎的な部分を知らないとダメかもね。ちょっと待って、憲法の話しようか。じゃあ生活保護について語ろうか。ちょっと基礎的な勉強になるから、リカちゃん、憲法から入ってもいい？順番間違えなければすごくわかりやすいから、憲法から入ってもいいですか？もともとその日本の憲法だけは特殊なんだけど、憲法っていうのは政府機関に、要は民主主義って言って、国は国民のものなのね。うん。で、で、次のステージに行くと、憲法っていうのは政府をこうやらせてあげる代わりに、これだけは国民に約束してねっていうのが憲法の。おい、谷さん、今年もよろしく。ありがとうね、谷さん。だから憲法っていうのは国民が守らないといけないの。日本の憲法の場合だと、納税の義務、労働の義務、教育の義務の三大義務があるんだけど、それ以外っていうのは公務員が守ることなの。で、じゃあ憲法に何て書いてあるかっていうと、憲法第25条。憲法第、ちょっと待ってね。憲法。憲法25条。で、この25条っていうのには何が書いてあるかっていうと、生存権って呼ばれてるものが書いてあるのね。生存権。要は、国民の生きる死ぬっていう話題だね。これ憲法第25条で、ここには何書いてあるかっていうと、ここを読むと分かる。読むね。すべての国民は、ここが重要なの。憲法第25条の書き始めは、すべての国民は、ここ障害者はとか書いてないのね。障害者はとか働けない人はとかじゃないの。すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これはどういうことかっていうと、日本国民は最低限度の生活してくださいねって国が命令してるわけじゃなくて、日本国民から税金とかを取る代わりに、政府は国民の生活を保障しますよっていうことを書いてあるの。最低限度の生活を。これが俗に言う生活保護の基盤になってる憲法の。で、この下に説明書いてあるんだけど、国は全ての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。国はって書いてあるでしょ。ここまで OK、 リカちゃん。全ての国民は、これ生活保護のは全ての国民に対応してますよっていうのはここなのよ。 OK。 で、違いっていうのは簡単で、生活保護っていうのは最低限度の生活を保障するものだから、簡単に言うと、国が決めた以下の収入で生活している人を全て生活保護に対応するっていう法律の。だから車も障害者手帳も何もかも関係ないの。生活ができない人を全員助けますよって国が保障してるの。それがこの国の約束なの。 OK。
で、障害者年金というのは障害を持っていて苦しんでる人を助けるセーフティーネット。だから全く用途が別。うん、全く別です。うん、OK、わかった。うん、はいはい、いってらっしゃい。OK でしょ。だからね、その生活保護は働けない人にあげるべきだって言ってる人は、そもそも生活保護の制度を理解してない人なの。全くトンチンカンなこと言ってんの。働けない人を保障する制度ではそもそもないのよ。それはね、生活保護を理解してない。だから、そういう人たちに小川さんが言ってたじゃん。生活保護って3兆8000億円ぐらい税金が使われてんの。だけど、今の年金って11兆円使われてんだよ。なんで年金の方は叩かないのっていうのが小川さんのエクスキューズ。要はみんなに対する問題定義。なんで生活保護は国のお金だ、税金だって言って叩くけど、年金受け取ってる人11兆円入ってるから、年金の方がやばいじゃんって言ってんの。それはマスコミが発表してないのが悪いって言ってたね。3倍ぐらいのお金使ってるわけでしょ。2倍から3倍の。知らないから叩かないだけなんだよね。知らないから叩かない、知らないからこそ叩くっていう。で、今度生活保護をもらってて障害者年金もらってる人っていうのは加算っていうのがあって、簡単に言うとね、1万5000円とか2万円とかね、多くもらえるの、生活保護。厳密に言うと多くもらえるわけじゃなくて、返還をするんだけど、お金を返すんだけど、まあ、簡単に言うと生活保護プラス2万5000円、1万5000円ぐらいもらえる。だから俺がもし障害者年金もらって生活保護を受けてたら、13万円プラス15万円だから、1ヶ月14万5千円ぐらいもらえるのかな。本当は義務教育の段階で教えるべきだよな、生活保護なんかな。誤解が多すぎるんだもん。間違った考え方が広まりすぎだよ、いくらなんでも。わかりやすいでしょ。な、貧困を救うためのものなの、そもそもが。貧困を救うためのものなの。
おい、さくらさんはどつー。よろしくー。はい、はどつー。なんか、スルメのせいで顎が痛いな。すんごい毛並みの、ペコは。すんごい毛並み。体重も重たかったけど、だいぶ軽くなってきたね。のんちゃんがね、バンバン食べさせてたから。餌欲しいでしょ、餌欲しいでしょ、つって。ありがとう、カズ。あげましょう、おめでとう。ハッピーニューイヤー。ありがとう。はい、おはよう、ペコ。あ、ペコじゃねえ、カズ。ペコじゃねえわ。カズ、おはよう。今回、絶対に笑ってはいけないシリーズって何だったの？今年もよろしくね。あけおめ。届いた？ステッカー。まだかな？実家に帰省中なんだ。え、でも家近いんじゃなかったっけ？実家っつっても同じ県でしょ。あ、近かったっけ？なんかとんでもない田舎の方から来てんだっけ、カズって。同じ県じゃないの、生まれ地元があそこじゃなかったっけ？なんか遠くから来てるっつったっけ。秋田か。今、秋田にいんの？ 超田舎もんじゃん。日本有数の田舎もんじゃん。ねえ。田舎もオブ田舎。ありがとう、花火ありがとう。ねえ、だっつって秋田か。いいじゃん。でも秋田なんか飯うまいでしょ。秋田は最高に飯うまいだろう。秋田なんだ。なんか秋田とか青森とかもうわけわかんねえぐらい田舎だからな。
クラスメイト何人だったクラスメイト何人だった、中学生とか小学生の時。学年で3人とかそういうレベルじゃないの？違う？学年で同級生が3人とか、小学2年生と3年生は合同学級とかそういうレベルでしょ？多分。そっかそっか、お母さん喜んでるでしょ、お母さんとかお父さんとか。そうだよな、日本全国から見てもらってんだもんな。すげえよな配信って、日本全国にリスナーがいるんだもんな。やべえな、そう考えると。北海道から沖縄までリスナーがいるんだ。特に北海道リスナー多いかんね。枕欲しいな。うん？なんて読むの？つつうらうら。あ、つつうらうらだね。そういう学校は周りにあったけど、私のところはクラスで40人ぐらい。え、でも一クラスでしょ？ありがとう、花火、ありがとうございます、ハッピーニューイヤー。大奮発だね。2クラスか、2クラスで40人。まあ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 、じゃあまあまあ多いか。結構でっかい、その秋田の中でもその県庁所在地に近い方か。あー、でもなんかああいう学校憧れるよな。クラスに3人とか4人しかいないとか楽しそうだよな。なんか変ないじめとかなさそう、田舎の方は。変な陰湿ないじめとかなさそうで、みんないい子。田舎の方人がいいんだよな、みんなな。本当にリスナーさんとかの話聞いててすごい擦れてない、擦れてない。な、生主なんか珍獣だよな、本当にな。ありがとう、匿名さん、花火ありがとう。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね。わお、うん、明けましておめでとう、良いお年をね、過ごそうね、一緒にね、うん、わお。さて、もう一杯飲もうかな。今年もよろしく、みんな。今年もリスナーから金引っ張るぞ。騙すぞ。頑張るぞ。リスナーを騙して騙して複式学級と言って1年生2年生5年生6年生で、ほう、一つのクラス。へー、すごいね。開いちゃったよ、ラストジャック。ハッピーニューイヤーだね。開いたわ。
花火上げづらいっす、その言葉。いいんだよ。上げていいんだよ。上げてこうぜ。照れることないぜ。いや本当にすごいよね、奇跡だよね、この1年間は。いい年にするぞ。とりあえずね、その年の半分に捨て頃があるでしょ。何をやってこうか、企画。はい、じゃあラストジャックダニエル。 KP ゴミクズイヤホイ。 KP ありがとう、花火ありがとう。すごいね、大奮発だね。あんまり無理すんなよカズ、みんな無理すんなよ。花火酔っ払ってんのかみんな。リスナー増やすぞ、リスナー増やして頑張ろう。もうそろそろ日が明ける？初日の出か。まだか。新宿意外と今年は人がいるね。田舎の方に帰省してないね。意外と。無理はしてない？あ、ありがとうありがとう。正月ぐらいあげないといつあげるんだよ。今年の捨て頃は皆さんを感動の渦に巻き込んであげるよ。感動の渦に。和道33歳になるのかな？ 33 歳の年。命がけで体を張る男。感動の涙を流させてあげるから。楽しみにしてて。うん、いやマジでマジで今年の捨て頃はやばいよ。今年の捨て頃は本当にマジ号泣だよ。なんで橋本くん元旦から歩いてるの。本当に歩くことしかやんないよな。うん、いやーよかったよかった、うん、そう言ってもらえると一番嬉しいよ。
なんで橋本君は元旦なのに歩いてるのかね。そう、我が家から初日の出配信やる。初日の出配信。正月はね、見るもんないからね。生主はそうだよ。俺なんか先月2日しか休めなかったんだよ。休みないんだよ、休みが。すごくない？まあ、これが仕事なのかって言われるとちょっと複雑な気持ちがあるけど。これが業務と言えるものなのかっていうと、うん、確かにっていうのはあるけど、なかなか複雑な気分ですよ。生主ですよ。俺はクリスマスに配信やらなかった生主許さないけどね。認めねえよ。クリスマスに配信やらない、正月に配信やらない生主は生主じゃねえから、うん、全てをさらけ出して初めて生主だから。う、仕事、まあまあエンターテインメントっていうかね、ただ人生をこうさらけ出してるだけなんだけど。エンターテインメントだよ。パフォーマンスをしてお金もらったら立派な仕事だと思う。あ、あれだな、自分で言うのはしっくりくるけど、なんか言われるとあれだな、しっくりこねえな。リスナーに言われるとなんかしっくりこねえな、うん、なんでなんだろう、ひねくれてんのかな。まだ届いてないところないか。秋田にいるからわかんねえのか。そっか、ステッカー届いたか聞こうと思ったんだけど、大志、明けましておめでとう。南無法蓮華経は唱えません。唱えてみてじゃなくて、あの大志を、あの明けましておめでとう、うん。カウントダウン花火はどれくらいもらえたの？うん、さっきの枠20発ぐらいかな。うん、カウントダウンっつっても、まあ大したことやってないけど、うん、まあ、うん、うんうん、みたいな。なんか普通よりちょっと多いねっていう、うん、じゃんじゃん上げていいよ、じゃんじゃん花火ちょうだい、うん、ことあるごとに花火投げていいよ。いいんだよ、もういいんだよ、投げる人は投げる、投げない人は投げない、うん、運だから、運、いい人と出会うかどうかだから。カウントダウン思いっきり寝てたの、石野とパコってたんでしょ。石野どうなの最近、谷さん。石野とパコってたんでしょ、カウントダウンパコリをしてたんでしょ多分。それで寝てたんでしょ。石野は明日音出すの？きっついぞ。寒いぞ、新宿。石野明日か。昼間かパコったのは。明日音出すんでしょ、契約確か2日までだよね。
あ、写真塾に帰ってくんのか、医師の。え、無期限になったの？ え、契約は無期限になったの？おお、そうなんだ。よかった、よかった。へえ。紐に昇格したんだ、ペットから。あ、そうなんだ。あ、本人が出て行きたくなったらか。もしくは喧嘩したらか。なるほど。まあ、石野がどう化けるか、今年見ものだな。ロフトを2人で勝たしたんだ。ああ、よかった、よかった。あ、そうなんだ。ああ、なるほど。生活費を少し入れろと。まあ、そりゃそうだよな。そりゃそうだ。おお。まあ、新しい愛の形だね。食費が多分、ああ、まあ適正じゃない。適正っていうか、まあ良心的というか。まあだから3万ぐらい入れろって話でしょ。家から初日の出見えんのかな。いや、日が上がったら初日の出でしょ。まだ真っ暗だね。まだ真っ暗。のんちゃん、初日の出見に行く？のんちゃん寝た？儲ける気ないから。いや、儲けさせないとダメなんだよ、本当は。儲けさせないとダメなんだよ。あいつはだって、今、谷さんにさ、すがってるわけだから、いつまでもさ、続くわけじゃねえんだから。あいつ、焦りがねえかんな。今のうち稼がせてさ、貯めさせないダメなんだよ。お年玉あげてまた寝てる。俺にもお年玉ちょうだい、谷さん。谷さん、俺にもお年玉ちょうだい。いいよな、30過ぎてお年玉もらえんだもんな。セフレの谷さんね。タチさんじゃない、タニさん。セフレの、まあまあ、そうだね。まあ、一生の人生だからね。まあまあ、タニさんが正解だわ。そうだよ。まあまあ、タニさんと一緒にいたら大丈夫だ。一生の人生、素晴らしいね。それを言えるってすごいね。一生くんの人生だからって。いい女だ。その通りだな。そうだね。石野は自由っつうか、もう猫だね、完全に。猫。自由とか自由じゃないとかじゃないね。猫。
ああ、なんか餅何個食った？餅6個食って。じゃあ餅5個食ってピザ食ったけど、なんか食欲が止まらないな。猫だよね、完全にね、石は。食欲が止まらんな。縛られたくない？どうなんだろうね。これわかんないけど。餅5個食って、あと何食ったっけ？じゃあスパゲッティ食って、餅5個食って ピザ食ったんだ。食いすぎでしょ。スパゲッティも食ったわ。くっそまずかったけどね。ファミリーマートのパスタまずい。そう、一種の寂しがり屋なんだよね。そうなんだよね。めんどくせえやつなんだよ。そばあるね。でも今日から走ろうと思ってて、本当に鍛えなきゃと思ってるから。ジーパンも1ヶ月経ったから洗わないと。月に1回ジーパン洗う日にしてんの。高いヴィンテージジーパンだから、あんまり洗ったらいけないんだよ、ジーパンって。1ヶ月に1回しか洗ってない。でもだいぶいい感じにくたってきたね。このリーバイスのヴィンテージ。やっぱいいジーパンいいよ。持ちがいいよ、全然。元旦は？雑談しよう。今日元旦だけど。雑談いいよ、全然。いや、だけど、毎日筋トレしないと。ドレさんに一応宿題もらったから。トレーニングは行くよ、後で。今日から走るって決めてるから。一日どれくらい走ろうかな。まあ、俺は往復20分、20分で40分で考えてるけど、それくらいでいいんじゃないかな。毎日40分走るのきついぜ。それくらい走ろうね。走って走って走りまくろう。年明けたら初詣の話してたけど、寝てるから行かないかな。あー、寝起きは機嫌悪い感ないしな。すこぶる機嫌悪いから。まあ、目覚めたら聞いてみれば。目覚めたら。またのとこ嫌だって言ってなかった。またのとこって何？あ、まあ、ここね。ここ、そうなんだよ。ちょっと嫌なんだよ。そう。ちょっと嫌だけど、そう、ここが高いの、また上が。わ かる？デザイン的にね、また上がすげえ高いの、ここ。これはもうちょっとこの辺でいいかなとは思うけど、ちょっと古いジーパンっぽいっつうかダサいんだよね、ちょっと。これはもう下げてるね、俺は。ちょっとここをダボつかせてるっていうか。また上が深いの、そう。ヴィンテージだから、これ。古い型なの。そう、古いんだよね。601かな、606かな。甘えん坊なんだ。俺、何回殺そうかと思ったか分かんないぐらい機嫌悪かったよ。何回一種の寝起きで殺そうかと思ったもん。何回か本気でやろうかなと思ったことあるよ。これは3万ぐらい。馴染むといいね。もうだいぶ柔らかくなったよ。もう体にミラクルフィットしてる。いや、マジでね、寝起きの意思は何回か本当にやろうかなと思ったもん。朝から晩まで死にてえっつってんの。寝起きと眠いとき甘えるんだ。猫だね。ただの猫だよ。すごいな、三重県で24時間のパチンコ屋あんなな。
三重県。風営法的に違法じゃないのこれ。うん、いや女だからでしょ多分。女だからでしょ。うん、おみくじ初詣この辺だと花園神社かな。いやもうおみくじなんか引いても意味ねえかんな。多分女だからだと思う。寝起きくっそ機嫌悪いもんいいしの。おみくじ引いても何にもなんないかんな。でもまあ今年大吉出そうな気はするけど。おみくじねえ、おみくじ買い物行きたいな。機嫌いいねペコ。いいな24時間パチンコ屋いいな。俺は起こされたら機嫌悪いなんてもんじゃないよ本当に。俺の眠りをさまた下ネタ全然大歓迎ですよ。はい、俺は機嫌悪いとかいうレベルじゃないよ本当に。のんちゃんも俺のこと起こさないもん絶対。絶対俺のこと起こさない。俺は機嫌悪いなんてもんじゃないよ本当に。うん、初下ネタいただきますよじゃあ谷さん。初下ネタ。ああ全然いるいるいる。乳首だけで行くっていうのはあるよ全然ある。結構高等技術だけどあります。でそれは結構100人に1人とかじゃないの。それはテクニックがないといかないから。うん、それはね素晴らしい素晴らしいです。はい、ワンダフォー。うん、そうなのか怖くなったのよ。いやいや、テクニックと相性が伴ってないとそうならないから、それは非常に素晴らしいこと。赤飯炊いた方がいいよ。それは赤飯炊いていいと思うよ。うんうん、全然あるよ。全然あります。石野はやれる男だったんだね。できる子だったんだ。赤飯レベルだね。うん、スロットでいうところの万枚とかだよ。うん、それはもうセックス大学の教授の和道さんが言うんだから間違いないです。安心してください。
明けおめ NG さん、今年もよろしくね。よろしく。明けましておめでとう。なんかビットコインが大暴落してるらしいよね、今ね。ビットコインバブル弾けたの。ビットコイン今いくらだ ?250 万までいってたのが166万、やば。200万切ったんだ。わかんねえな、もうこうなるとな。こうなるとわかんねえな。バブル完全に弾けた。ああ。なるほどね。次は何が来るんだろうね。ビットコインは完全に弾けてるね。バブル弾けたね。これはもう立て直さないでしょ。こっから上行かないでしょ。俺の予想。サノッチ大凶なんだ おみくじ でも大凶って確か引くのいいはずなんだよね。大凶ってその大吉よりも数が少ないんだよ。だから大凶引くのってすげえ珍しいんだよ。鏡餅でも置いたら、いやー何言ってんの、酒飲んでさっき餅食いまくってたんだよ。瓶開いたんだよ、瓶からですよ。この瓶でランプ作りてえな。あ、ジャック・ダニエルのさ、ガラスアートでさ、こうウィーンってルーターで削って、なんかランプ作りたいね。ランプ、昔は酒瓶並べてた。すごかったよ、もう。いや、だって俺飲んでも飲んでも別に酔っ払わないんだって。いつも言ってるけど。だってこれ6杯目だよ。6杯飲んでんだよ。結構飲んでるぞや。もっと飲もうよって言われたって。酔わないんだもん。いくら飲んでも。変わんない。つまんねえ男だな 非常につまらねえ男だな。いや、あれは演技。マジレスするとあれは演技なの。放送切った瞬間飲んじゃしてるよ。しらーっとしてるよ。しらーっとしてる。意外と演技だから。酔っ払わないって言ったら嘘だけど、ペラは回るのは確かにあるけど、そこまでだよ。
大手はみんな酒飲むから、今年は酒雑増やそう。なんで酒飲むんだろうな、大手はみんな。ヒカル君も飲むし、大手で酒飲まない人っているかな？ドレさんいるじゃん。ドレさん酒飲まないよ、あの人。のんちゃんはお酒飲めないけど、俺が付き合って3回ぐらい飲んだかな、今日で。3回目か4回目で。最近お酒飲みたいって言い始めたね。あ、梅酒あるわ。梅酒も買ったんだ。のんちゃん今日マッコリ1杯2杯でベロンベロンになってたから、のんちゃん用に買った梅酒があるわ。それ飲むか。誰さん別に落ちてないでしょ。酒雑。なんかでも腹減るな。なんだろう、これやばいな、激太りするぞ。なんかつまみてえな、ナッツとかつまみてえな。銭湯行きて。どれさん今日も配信してないね。なんだろうね。喪に服してんのかな。昨日あたりやろうと思ってるっつったけどな。硬いものっつうか、なんかナッツとかがいいね。まあスルメさっき噛んで顎痛いんだけど。どうしたんだろうね、どれさんね。ナッツ食いてえな。ていうか汗流したい、汗を。一品。いや、バーあゆみはあれだよ、調理器具なかったから何も作ってなかったよ。たこ焼きだけだよ。飲んじゃった。じゃあ梅酒サワー作るか。正月バージョンって何？正月バージョンって。いいんだよ、これでやってってんだよ。雅楽 雅楽のフリーミュージックとかあんのかな？聞いたことないけど。何パーだ？アルコール10パーか。ジュースだな。ジュース。
受け身。うわ。梅酒、そうだ、うまいね。おはよう、のまいぬさん。おはよう、今年もよろしく。ケピやべえな、マジで食欲止まんねえ、腹がやばい。なんか買ってこようかな、つまみ。つまみ必要かもしんねえわ、今の俺には。つまむ？俺だってパスタ食って、餅食って、ピザ食って、やばいよこれ。捨て頃まだ先。いや、減量は今回ないから、別に体は絞らなくてもいいんだけど、なんかな、ちょ汗流したいんだよな俺、汗を。まだ夜は明けんか。ピスタチオいいね、ピスタチオいいね、ピスタチオいいな。風呂あるあるある。トイレのあれだけどね、ユニットバスだけど、ユニットバスあるよ。あたいも実家では年越し元旦ずっと食ってる、みんなで。いいんだよそれで、それが正月、日本の正月だよ。マカダミアのガーリック食ったことない、うまいんだ。ユニットバス一曲歌うか、一曲歌いますか。そんなこんなでしっとり行こうよ、しっとり。何歌う？ユニットバス寒い。いやいや、暖かくなりますよ、大丈夫ですよ全然。ただゆっくり、もう攻め、湯船が狭いからゆっくり疲れないけどね。ジュディ&マリー歌う、うん、何歌おうか。正月だからね、正月だからやっぱコッコ歌おうかコッコ歌おうか、コッコ。正月だから正月っぽいじゃん、コッコって僕ない。ああ、正月だからコッコ歌うわ、うん、正月っつったらコッコだかんな。よっしゃ、行くぜ。愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、突風の中生き延びて、ここへ来たのね。
この港はいいところよ。朝日が綺麗なの。住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい。疲れた羽を癒すの。だけどトビウオのアーチをくぐって宝島が見える頃、何も失わずに同じでいられると思う。人は弱いものよ、とても弱いものよ。いい歌だな。アニソン行こう。アニソン、歩こう歩こう、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。坂道トンネル草っぱら、一本橋一本橋に、凸凹砂利道、雲のすくぐって暗い見え、暗い道。タイピングしにくい。大丈夫だよ。心の目でタイピングして。心の目、心の目で行こう。心の目で。うちのリスナーババア多いから、ババア向けの曲にしよう、うん、呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、きっと愛する人を大切にして、死なずに臆病なのね。落ちた涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願い立ち立ち、ここに立ち、あなたから立ち、手を伸ばして受け取ってよ。ため息の花だけ束ねたブーケ。愛が一人ぼっち、わかんないね。愛が一人ぼっちってタッチの曲、うん、あ、これいい歌だな。これ歌ってみよう。お魚くわ、お魚くわえたドラ猫追っかけて、裸足でかけてく陽気なサザエさん、みんなが、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる、ルルルルル、今日もいい天気。日曜日症候群。今日日曜日なの？今日何曜日？今日月曜日だよ。
がっかりしてめがっかりしてめそめそしどうしたんだ太陽みたいに君はどこだいわかんねえなこれ。だんだんだん心惹かれてくその眩しい笑顔に果てない闇から飛び出そう Oh my head 君と出会った時子供の頃大切に思ってた場所をそう思い出したんだ。難しいなこれね。あ、いい歌あった。これは熱唱してよ。これはやろう。いくよ。ごめんごめんね目の中夢の中ならいいね後悔思考回路はちょっと寸前今すぐ会いたいよ泣きたくなるようなムーンライト電話もできないみんなだって順序をどうしようあとは万華鏡月の日なんとも巡り合う星座のまた的か造へ占う恋の行方同じ国に生まれたのミラクルロマンスやっぱタキシード仮面ってかっこいいのかな女の人から見たらタキシード仮面ってかっこいいのかなイケメンなのかな時に昔話をしようか時には昔も馴染みの簡単に連絡ちょうだいって言われたタキシード仮面イケメンなんだあれ変態だからねイケメンじゃなかったら変態でしょあれマモルさんだっけなんだっけもう一人なんとかなんとかみたいなキャラクターいなかったっけタキシード仮面のなんか砂漠バージョンみたいなのなかった砂漠バージョンなかったっけ？例えばどうにかして君の中入っていってその目から僕を覗いたら色なくとちょっとはわかるかもすれば愛するほど霧の中迷い込んで
稲葉さん。寒くて本当に良かった。君の冷えた左手を僕の右ポケットにお招きするためのこの言えない本当の理由になるから。雪が降ればいいと口を尖らせた。思い通りにはいかないさ。落ち葉を蹴飛ばすなよ。今にまた転ぶぞ。なんで怒ってるのに楽しそうなの。また綺麗一人紅白始まったよ。一人紅白。一人紅白歌合戦。幼い微熱を下げられないまま神様の影を恐れて隠したナイフが似合わない僕をおどけた歌で慰めた。色褪せながら指割れながら輝く術を求めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。バンド組みてえな。バンド組みてえな。駐車場の猫はあくびをしながら今日も一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街並み。みんな夏が来たって浮かれ気分なのに君は一人さえない顔をしてるね。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。大きな五時半の夕焼け、子供の頃と同じように、空も雲も僕らでさえも染めてゆくから、この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗っけて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく。
これいい歌だな、これはいい歌だな。慌てんぼうの慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン。鳴らしておくれよ鐘を。I love you, I love you. 今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。I love you. 逃れ逃れたどり着いたこの部屋。シェリー歌うわ。シェリー、俺は転がり続けてこんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は焦りすぎたのか、むやみに何もかも捨てちまったけど、シェリー、あの頃は夢だった、夢のために生きてきた俺だけど、シェリー、お前の言う通り、金か夢かわからない暮らしさ、転がり続ける俺の生き様を。ひどいな。時には無様な格好で支えてる。シェリー、優しく俺を叱ってくれ、そして強く抱きしめておくれ、お前の愛が全てを包むから。飛んでグズグズし始めた。行ってらっしゃい。ぐずり始めたペットが。
餅食おうかな。どうしよう。これ以上餅食っていいのかな俺。マジで太りそう。大丈夫かな。ちょっと止まらないんだけど、食欲が止まらないんだけど、どうすればいいんだろう。餅食うか。いやーなんか危険な気がすんだよな本当に。なんか悪の組織から狙われてるんだと思う。悪の組織から。これはまずい気がする。捨て子の前にもう顔むくんでるもんな、すでに。ちょっとまずいな。ポンポコがまずいな。餅食おうかな、どうしようかな。危険な気がするな。そうだね、正月なんで。何個焼く？お餅。もうすでに5個。ピザ1枚、お餅5個、そしてパスタを食べてるんだけど、何個食べていいの？何個食べていいの？お餅。でも餅無限に食えるぞ、マジで。何個食っていいんすか？何個いっちゃっていいんすか？2個か3個か。そうだな。何個食いたいかが大事だな。3個いこう。餅をつきたいな、餅をつきたいな、餅をつきたいな。やべ、ほっぺたパンパン、パン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 ですよ僕。あ、そうだ、アメリカも行かないといけないんだ、忘れてたわ。アメリカ良くない？無理でしょタイミング的に。アメリカ行けるかな。アメリカもう間に合わねえんじゃねえかな。アメリカ行きてえな。アメリカ行きてえな。なんとかなんねえかな。アメリカ行きてー。アメリカ旅行を検索してみようか、ちょっと。アメリカ、アメリカ旅行、アメリカチケットいくらなんだけど。大手になれるんじゃなくて運気が上がるって。アメリカはどこに行けばいいんだい。アメリカは
格安航空とかでいくらで行けるんだろう。アメリカ HIS 6万、アメリカ行きたいやな。そうだよ、アメリカ行きてー、アメリカ行きておはよう、解放、おはよう。アメリカ行きてえな。くそ。5月までに行かねえとな。いやー、アメリカ行きてえな。めちゃくちゃアメリカ行きてえな。うわー、アメリカ行きてえ。そしてお餅が食べたい。あ、お餅食べたいよ。アメリカ行ってお餅食べたい。あ、買いたい人が買えばいいんだ。クロムハーツ超えるから。いや、マジな話、シルバー売れるっしょ。俺マジで財を成すと思うよ、シルバーで。和道工房、俺は売れると思ってるね。変な時間に起きちゃったな。
ああ、そうだな、気だるい感じあるよね、俺の放送ね、うん、俺の放送は確かにそういう、なんかこう、わかるよ、うん、気だるい感じわかるよ。眠い。寝よう、餅食って寝るわ俺。餅を食って寝よう、すごい明けおめメールが半端じゃないな、明けおめメールが半端じゃないな、うん、明けおめが半端じゃないな、パリピからの LINE がすごいね、パリピからのんちゃんかわいいな。のんちゃんの、え？いや、明けおめメールいらない。うん。明けましておめでとうございます。いも姉ちゃん、今年もよろしくね。明けおめメールが半端じゃない。うん、誰一人として返さないから。誰一人として返すつもりないから。
いはい、巡回行ってらっしゃい。パトロールね。パトロール。あ、そうなんだ。俺は行かないかな。うん。俺は行かないかな、別に。うん、まあ、行ってもいいし、行かなくてもいい人。うん、西新井大使。関西じゃない、埼玉の有名なところ。うん。西新井大使。足立なんだ。へえ。俺は初詣、のんちゃんと寝正月だよ。寝正月。のりこと。寝正月です。部屋の中は安全だから。部屋の中は安全安心。安定の部屋。うまい。うまいな。餅っていいな。うまっ。おお、シマおはよう。リチリだな。シマ。律儀だな。今年もよろしくお願いします。ありがとうね、去年はいろいろお世話になって。律儀だわシュマ。俺にはできない。ありがとうね、よろしくお願いします。イケメン来たよ、イケメン。イケメン配信者。うまっ。うん、餅無限に食えるな。うん、うまやっぱ正月は餅だな。おせち料理ってうまいか？俺おせち料理魅力全然感じないんだけど。おせちってあれ保存食でしょ？昔の。
おせち料理、栗きんとん以外全然興味ねえわ。うん。うまい。あくましておめでとう。うまいわ。うまい。なんか今太りすぎた勤労っていうふわっちの配信者の人いるんだけど、めっちゃ怖いんだけど、この人なんか配信画面めっちゃメンチ切ってんだけど、怖っ。一旦寝て昼間放送しようかな。じゃあみんなお疲れにょ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。